うん、忘れてるような気がするんだよね。うん、だから自分は N 国の中の党員なり、公認候補だっていう自覚がね、うん、もうそこからなくなってる気がするんだよね。あ、配信してね、リスナーを集めて、うん、N 国党の、ポリシーとかを伝える役目はいいんだけど、それ以外のことで、うん、リスナーの興味を引くっていう手段が嫌なんだよね。手段がなんて手段が嫌なの。ああ。手段が嫌なんですよ。いやっていうか、純粋な政治活動じゃないように気がするんだよね。ああ、だから、なるほどね。ただもう再生回数を上げたりするのが目的。うん、ライブに行って、うん、みんな話して、うん、自分の登録者にも、取り込むのが目的。だから、うん、本当の N 国の政党活動じゃないところで、うん、狙ってなんぼみたいなふうになっちゃってる。平塚さんもそうだし、うん、他の人もそうじゃないかな。それやってんのじゃあ、松田夫婦って割とさ、その、プリンプリンが大好きなやり方してるやんか。松田夫婦って言って、うん、割とそういう自分のこと、ちゃんと N 国のことに。さんがね、だからそういう人は認めちゃったから、他の党員も、うん、あ、いいのかなってなっちゃうんだろうね。だから、結局よかれやしかれ、N 国っていうのは、立花さんの一言で全てが決まるわけですよ。うんうんうん、だから、今回の事件もね、田中さんが平塚さんを出禁にしようしませんかってのを立花さんが断ったから、なったわけですよ。うん、だから、全ての責任は今回の事件は立花さんにあるんです。もうそれ以外に言いようがない、今回のことは。うん、もうすべて立花さんに責任があります。お、今田中いているから。だから田中さんの人、いるの？今おるから、今おるね。田中さん、いるのかな？うん、今おるから、なんか言った方がいいのかな？言うとけよ。気にしないで頑張って、この先、なんか今、謹慎食らってるようですけども、うん、頑張ってください。持ち前の明るさがね、なくなったら、やっぱり田中さんらしくないような気がするんだよね。ええこと言うた、お前。田中さんでいいから、今まで頑張ってほしいです。だから、自分を殺してまで人に迎合する必要は全くない。うん。だから、田中さんは田中さんらしく、今までの通りでいいと思う。OK! それがね、うん、その自分の明るさが N 国のためになるなら、うん、どんどん明るく、どんどんやってほしい。うん、なるほどね。わかった、ありがとう。プリン、最後自己紹介して。じゃあちょっと、この辺で切っておきます。うん、自己紹介して最後。俺プリンプリンです。プリンプリンやね。ありがとうね。はい、ありがとう。バイバイ。はい、失礼します。いやー、もう、最後ね、悪いのはもう全部立花や言うて、出禁にしなかったって平塚をね。いやいや、ちょっと喋りたいけど。はいはい。もしもし。はい、もしもし。お疲れ様です。はい、どうも。自己紹介から。気まぐれひろきです。はい、もしもし。はいはい、聞いてる。ピコ太郎さん、何があかんかったの？いや、お前、雑談してたやろ、最後、ニヤニヤ、昨日の夜ね。そうです。何浮かれて、お前知らんかったの？平塚のと田中の暴行、事件を。いや、知ってますよ。入ってきた、僕が、会館着いたら、もうすでに平塚さんなんか連行されてるとこだったって思ってたって。だから、知ってんねんな。事件を知りましたね。うん、で、無料相談会終わった後に、ピコ次郎さんたちが、見てた目撃証言警察にするって言って、うん、僕の車で4人で警察署向かったんですよ。おめちゃくちゃ知ってるやん、お前。なあ。重い空気、重いっていうか、空気っていうか、みんな、その、平塚好きなやつは、さゆさん大丈夫ってなったし、まあ、田中の好きな、お前ら NC は、立花大丈夫か、立花大丈夫ってわけじゃないよね。進展どうだろうかって気になったのに、お前ら、俺パッてライブ見たら、ヘラヘラ、なんていうの。それはこれなので、こっちはこっちで、一応、なんか僕は田中シンパってわけではないんですけども、うん、まあでもピコ次郎さんたちとかが、まあ、平塚さんが、まあ見てた人からすると、まあ、平塚さんがわざと倒れたように見えた後のことで、うんうん、で、それを警察署に証言しに行くって言ったので、ね、まあ、それで僕がまあ車出して警察署行ったんですよ。うんうん、それはそれで別に、役割としてはいいけど、その、俺がパッて見た瞬間ファミレスかどっかで、みんなでね、
ヘラ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 喋ってる状況、俺はちょっと見た瞬間、何こいつらしてんのボケみたいな感じになったけどね。まあ、とりあえず警察署行って、まあ、よう終わったし、じゃあ、あとも飯でも食おうかみたいな感じでね。ああ、そうなるか、俺がもし行ったら、ちょっともう今日は俺一人で帰るわとかね。あの、まあ、生放送自分でしたりってするわね。今日のことについてとかね。もし行ってたらね。ああ、あの、みんなで、まあ、お前、一人で生放送とかできんやったっけ？生放送してないんか。あ、生放送してましたよ。僕は僕でやってて、ピコジロさんもピコジロさんもやってるんでしたね。うん。なんかすごい、あの、にこやかな顔がしてたしね。ピコジロ腹壊してるかなんかしょうもないこと言ってたけどな。あ、でもあれですよ。ピコジロさんと、まあ、もう一人おった人、うん、まあ、食欲ないって言って、なんか、あんま食べてなかったですね。あ、そうなんやね、やっぱり。で、ちなみに、あの、ライブの中で、うん、あの、事件のこと全然触れてないんですけども、うん、それにも実は、あの、事情があったんですよ。お、事情言って、ここで。なんか、ピコジローさんが誰かに電話してて、うんうんうん、誰なのかわかんないですけども、うん、なんか一応それで、なんか、あんまり、こっちから、その、こっちはこっちで警察署に行って、うん、あの、まあ、田中健さんに有利な証言しようとしてたんですけども、うんうん、ただ、YouTuber は YouTube で、こう、田中健さんに有利な、こう証言とかあんまりしやんとこうっていうなんかことになったみたいなんですよ。なんでやねん。なんでなんかなんかあんまり、なんか、それはなんかやや言ってると逆になんか怪しいみたいな。お前ら、お前ら、ね、例えば、うん、なんか変な空気流れたよね。だって、だいたいピコジローかって動画消したりしたやんか。あれを。ね。あれピコジローさんなんか YouTube から消されたって。いや、嘘やろ、あれは。嘘でしょ、あれ。そんなうまいこと、そんな、いや、そこちょっとノーコメントで。いや、絶対嘘、あいつよく、ザコジロ嘘つくぜんって、そういうなんか、変な嘘つくんやんか。YouTube からそれ消されたって、それほんまか？あの場面が。まあ、とりあえず、とりあえず、こっちがなんでこう、うん、YouTube でバンバンこう、田中健さん有利な証言とかしないのかっていうのは、うん、なんか、それ、バンバン言ってると、なんか、かえってなんか、怪しいというか、まあ、例えばさ、うんこう、チェリーに、こう、うん、まあ、ガチのチェリーに、お前童貞かって言って、うん、で、そしたら、そのチェリーが、ドドドドドドド童貞ちゃうわって言ってたら、あ、こいつ童貞やなって、なるじゃないですか。まあ、知らんけど、だから、その田中有利の。同じで、うん、そう、それと同じで、いや、平塚が一つ倒れたんや、とか、うん、そういうことを、こう、YouTuber がガンガン言ってたら、うん、かえって、なんか、N 国あかんな、みたいになるな。っていうなんかいう話になんか話がなんか N 国その N 新 YouTuber の間でなんか広まってたらしいんですよ裏で、うん、なんでな別にそう思ったらそう思ったら別にそれで出したらいいやお前らがその田中が好きやったりね N 国のことが好きなんならあれ、うん、だからそれがなんか、うん、なんか逆効果になるっていうことでなんかみんなこうやめとこうっていうのがなんかこう、一部の間でなんかそういう話が出回ってたらしいです。で、小次郎さんもなんか電話でそれ言われて。うん。なんそんなそれなんやねんそれ。それ言われて、ちょっと出してた動画一本ちょっと非公開にしたんですけども。うん。いや、変な。いや、自分で思ったら自分の動画公開したりしたらええがな、別にそんな。変な。帰った後僕は動画撮りましたよ。車運転しながら。そうやろ収録したやつを。なんか変な空気が流れてたようなね。なんかみんなでこうしようみたいな。なんか、ひそひそ話じゃないけどさ。まあ一応、支持者たちからしたら、まあ一応田中健さんのことを思っての判断です、ね。ああ、そうな。余計なことやと思うけどね。そんな望んでんかななんか。うん、なんか見ててさ、パッて外から見たらなんかいきなり誰かの動画が消えたりね。あ、それでピコジロが消えたり、なんかその N 国のやつが、そう、田中に不利になるからとかね。N 国からした田中あんな馬乗りしてるわけやからさ。早くピコジロお前消せ、ザコジロみたいなこと、誰かその N 国の。あ、そういうのね、そういうわけじゃないですね。まあ、そういうのではないよね。そうではないねんな。まあ何考えてんかわからへんからさ、あいつはあいつで。うん、そうですか。わかったわかった。まあ、なんか飯食われへんやつとか持ってんな。そうです、そうです。なるほどね。わかったわかった。まあ、じゃあ、ちょっと自己紹介して、ちょっと、もう一回、うん、ありがとう、電話、今日はね。はい、気まぐれひろげチャンネルと言います。うんうん、昨日の相談会の感想とか動画作ってますので、うん、よかったらどうぞ。ということで。うん、ありがとう、ありがとう、気まぐれ。ありがとうございました。はい、失礼します。彼は実際行ったことある、人間。で、しかも今、ちょっと、田中が見てるからね。田中に意見したいやつとかね。まあ、田中自体はケロッと元気にしてあり、
まあ、あと警察に捜査入ってるかも言えないって、いつものことやんか。豚骨山湯のこととかとも全部こう止められるからね。そういうこと言うなって言われるから、言われたりしてるから。そこ DLC に決まってるんですよね。気まぐれひろきさんですよね。気まぐれひろきっていうね、YouTube、ひろきさんをつって。なんか俺らさ、あのピコジローのとか見てたらさ、なんか圧力入ったんかなと思うよね。なんか動画出すなって、田中に不利だろう、みたいなね。そんな感じせえへんかった？だって大体ピコジローの動画、平塚が拾ってツイートかなんか、ツイートしてたんや。で、それ見たら結構バチシ映ってんねんね。だからあれはやっぱ田中側にちょっと不利になるみたいな感じで、ピコジロー消したみたいな。なんか微妙な動画やからね。なんかその、別にそれはそれで残しとったらええと思うけどね。考えすぎかな、それはね。気まぐれだというでね。はいはい。もしもし。もしもし。静かなるみです。あ、静かなるみ。はい、こんにちは。あ、これ、もう今、ケンさんいらっしゃるんですか、ね、おる、聞いてると思うよ。うん、昨日かな、一応、うん、あれ、おとといやったっけ、メッセージ、うん、ケンさんに。うん。なんか言ったら、ケンさん落ちたって言うて。うん、うん。で、まあ、ちょっと心配やったが、一応昨日、コールセンターにね、うん。電話して、こういう情報があるんで、うん。あらかじめなんとかできないですかっていうところまでは情報は流したんですけどね。うん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 、それが立場だったかどうかはちょっとわからないんですよ。で、俺はケンさんを支持します。うん、ケンを支持するんな、うん。しますね。ここはね、法律とかうんぬん抜きにして、うん、やっぱね、挑発っていうのはある種喧嘩売ってるってわけじゃないですか。うん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 、打って勝ったんやって、たらそれを受けらんとあかんやろ平塚と僕は思うわけですよ、うん、あいつはずっとカメラ触るなばっかり言ってたでしょ、うん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 、いやじゃなくてね、ケンさんはお前はトイレが途中かそれぐらいしか聞こえへんかったんやけど、うんうん、で前も言ったけどビビってるやつってやっぱ声がでかなるんすよ、うんうん、で触るな支援かとか言って、うん、いやいやまあ、わざと倒れたにしろ、わざとじゃないにしろ、挑発して撃って、うん、あの人は、ケンさんが一応標的の一人でもあるわけですよね。うん、その誰だってわかりますよね。この N 国をずっと見てたら。うんうんうん、だから挑発してるってことは、すでにこれ撃ってるっていうことやと捉えても、これ仕方ない、うんうんうん。触るなとかなんだとかって言うんじゃなくて、うんうん、ケンさんはケンさんの俺は仕事したと思うしね。うん、うんうんケンさんは、まあ、ある意味、売られた喧嘩をもう買う前、業務も含めて買ったと思うんですよ、うん、今回。うん。うん。ほんで、まあ、その前はね、全然残ってへんから、わざとにしろ、何しろ、倒れたにしろ、触るなぁ、うわぁ、支援かぁとか言ってるんじゃなくて、うん、警備員さんとかまで挙げくなって言ってたでしょ。うんうんうん、うん。お前、喧嘩を取りに来たんやったら、もう帰れよ、とか思ったんですよね。うんうん、いや、お前ほんまにそれ、ほんまにそれやり合おうみたいな喧嘩のイメージしてるわけ？いや、だからもう少しね、だから口だけじゃなくて、抵抗するとかね。うん。うん、なんかね、もうゴキブリがね、転んでるかのようにしか見えなかったんですよ。もう死ぬ前のゴキブリみたいな。うん。で、打ったんやったらもうちょっと触るなだけじゃなくて、なんか言ったらええやんとか思うのね。うん。明らかに。